アイスコリ山海、またはアイツゴリ山海は、イベリア半島北部のカンタブリア山脈東部に属する、ウルキーラ山地にある山海。スペインバスク州ギプスコア県南部に位置する。バスク語で、むき出しの岩、畜語的には赤い岩という意味を持つ。ギプスコア県南部に、北西から南東方向に広がっており、山地は、石灰岩の頂上部を持つ。 ウルビア牧草地から見たアイスコリ山地と、家畜著名なピークには、アルツァンブル山、アンドレアイツ山、アルベルアイツ山、イラウレ山、アイチュリ山、アケテギ山、アイスコリ山などがある。最高峰はアイチュリ山であり、この山は白い山という意味を持つ。アイチュリ山の標高をわずかに下回るものの、アイスコリ山はアイスコリ山地で最も人気のある山の一つである。 アイスコリ山地はバスク山脈で最も目立つ地理的構造の一つである。山海はビオスコルニア峠とサンアドリアン峠によって分断されている。山海の片側は西側のアロニア山海に伸び、もう片側は最高峰のアラッツ山で知られるアルツァニア山海に伸びている。マドリードとギプスコア県イルンを結ぶ連平の鉄道線はアイスコリ山の北側の急斜面を通っており、 オツアル定期と、セガマ臨時駅の二駅があるが、セガマ臨時駅は、ほとんどの期間は営業されない。建設中の高速鉄道路線である、バスクワイは、アイスコリー3階を避けて建設されている。北東斜面には、ギプスコア県セガマがある。セガマは、大西洋と地中海の分水海となっており、自治体の大部分の水は北に向かって流れ、織り川などとして、 大西洋のビスケー湾に注ぐが、自治体の南端部の水は南に向かって流れ、やがてエブロ川として地中海に注ぐ。毎年春には、セガマアイスコリマラソンというクロスカントリー耐久レースが開催されており、アイスコリ3海をぐるりと周回するコースが設定される。アラバ県にある荒津山もこの周回コースに含まれることがある。2015年大会では、 スカイランニングを専門とするトレイルランナーの松本大が13位となった。2006年、アイスコリヤマトアラツ、山全体がアイスコリアラツ自然公園に指定された。北陸のギプスコア県オニャーティには、フランシスコ修道会のアランツァス聖堂がある。アランツァス聖堂は、イグナシオ・デロヨラと共にギプスコア県の守護聖人となっているアランツァスの聖母を祀った聖堂であり、 ギプスコア県の住民だけでなく、スペイン国内外から観光客が訪れる。ウルビア牧草地から見たアイスコリ産地のパノラマ。ありがとうございます。